皆さんこんにちは、まことです。今日は6月3日木曜日です。自宅のすぐ近くに藤の森神社というのがありまして、今ね、アジサイ祭りをやってましたんでちょっと見てきました。それでは楽しんでください。この藤の森神社というのはね、ほんまに自宅からも近いし実家からも近いんで、子供の頃ねよくお祭りの時に、遊びに行ってました。夜店とかね大好きでした。これが本殿ですね。敷地、境内もすごく広くていろいろありますんで、順番にご紹介したいと思います。これがね、舞台みたいになってますけども、節分の日ね、2月3日頃に、鬼がね、ここにステージに立って、節分祭をされます。すごくね、幻想的で、ライトアップもされてすごく迫力がありますね。それからね、5月5日のお祭りにはね、掛け馬といって、やぶさめって言うんですけどね、馬に乗って弓を射ったり、曲笛をしながら滑走したり、ここですね、ここの長い道をね、ここ、全速力でね馬が走るんですけども、すごくいいですよ。アジサイ園っていうのはね、実際僕はね初めて来たんですけどもね、第一アジサイ園と第二アジサイ園があるようです。まずね、第二の方に行ってみたいと思います。こちらはね、なんかお金払わなくても入ってきましたね。こっちはね、小さいです。ちょっとでは見ていきたいと思います。まだね、アジサイの花はね、そんなに多くないんですけどもね、これからどんどん増えていくんかなと思います。
ではね、第一アジサイ園の方へ行く前に、境内をちょっと散策してみたいと思います。これが本殿ですね。結構ね、古そうな建物ですね。こちらにね、絵馬がありましたんで、ちょっと見てみました。いろいろとね、願い事を書かれています。これが先ほどの舞台ですよね。ここもね、節分祭の他にもなんかされると思うんですけどもね、お盆とかの時期はね、この盆踊りとかもされるようです。結構広いですよ。ここ上がったら怒られますけどね、小さい時は結構勝手に上がって、寝転んだりしてました。よく覚えてます。ここはね、今休憩室としても使えますけどね、節分祭の時にの甘酒を振る舞ったり、いろんなスタッフがね、ここで作業されたりする場所になっています。この第一アジサイ園ですけどもね、行きましたらね、入場料300円言いましたんで、外からも、ね、全然見えてますんで、外から撮影しています。